それでは MHC について少し難しい話も確認してみます。MHC 分子には MHC クラス1と2という2つの種類があります。MHC クラス1はキラー T 細胞の活性化に関与していて、ほとんど全ての細胞に発現しています。MHC クラス2はヘルパー T 細胞の活性化に関与していて、樹状細胞などに発現しています。例えばウイルスに感染した細胞はウイルス由来のペプチドを MHC クラス1の上に乗せています。それを目印にして、キラー T 細胞はウイルス感染細胞を殺傷するんですね。これは細胞性免疫に出てきた話だね。一方、MHC クラス2は樹状細胞などの抗原定時細胞で発現しています。樹状細胞は抗原の断片を MHC クラス2の上に乗せて抗原定時を行います。 樹状細胞がヘルパー T 細胞に抗原定時する。そんな現象は獲得免疫の初めのところに出てきたね。さて、少し話は変わるけど、人の MHC は HLA と呼ばれています。さっき MHC クラス1と2を見てきたけど、HLA にもクラス1と2があって、それらの遺伝子は6番染色体上に複数存在しています。 人の細胞には複数の種類の HLA が発現していることになります。しかも、このそれぞれの遺伝子にはたくさんの対立遺伝子が存在します。これ一つ一つにものすごくたくさん種類があるから、これすべてが他人と完全に一致するってすごく珍しいことです。イメージとしては、 膨大な種類の色鉛筆から12種類を好きに選び取る。その選んだ12種類が他人の選んだ12種類と完全に一致するってすごく珍しいことだよね。ちなみにこの HLA の方が他人とは簡単に一致しないこと、それが拒絶反応が起こる大きな原因の一つになっていると考えられています。普通は他人と HLA の方が一致するってものすごく珍しいことなんだけど、 これたまに入試で問われるんだけど、兄弟姉妹間だったら、4分の1の確率で完全に一致するんだ。この丸いのが一つの染色体を表しています。それぞれの染色体の上に乗った HLA の遺伝子たちって点でバラバラね。だけど、これらの遺伝子ってすごく近くに存在してるから、ほとんど組み替えは起きずに、まとまって遺伝していくんだ。この左のセットと、 この右のセットがまとまって移転していく。だからこんな風に記号を振っちゃおう。父親にも同様に記号が振ってあります。そしたらもし姉が母親から三角をもらう、父親から星をもらうとすると、その妹はここに三角か丸をもらう、ここに星か逆三角形をもらう、だから1 2分の1かける2分の1の 4分の1の確率で姉と全く同じ模様がここに入ることになるよね。だから、兄弟姉妹間では4分の1の確率で HLA の方が完全に一致すると考えることができるんだ。以上、MHC についての少し難しい話でした。